いやいや再生手増えてたけど今日せ YouTube チャンネル登録お願いしますってやって18人減ったから、うん、バグなわけねえじゃんだからアンチが嫌がらせで解除したんでしょほら見てチャンネル登録者数ほら 8百六八8八0人いたのに、863人に減ってるから。しかも見てこれ、再生数もう増えないから、200って。10個ありがとうビック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 カメラ目線これ再生お願いしますね。ちょっともう200再生、ちょっと恥ずかしいです。 で、渾身の筋肉の新ギャグも1000、1000回再生いかないし。こん時がピークだったね。こん時は6700、再生。こ、こっから右、すごい勢いで増えると思ったんだけどね。3400再生で6800再生あって、こっから1万再生撮って、ショート動画でもまあ100万再生撮ってやろうかと思ったら、こっから全く増えなくなって。これ何があったんだろうね。 ギャ、ギャグのクオリティは下げてないよ。パクリじゃねえだろ、てめえ、この野郎。10個ありがとう。すいません、ほんと。ありがとう、10個の方。立ってるギャグ多い。立,立ってやるのが大事なんかな。確かに全身映ってる方が再生数多いね。法則性も考えないとダ,ダメだね。 すべにあげるような動画じゃなくだって一発ギャグの動画あげてる人めっちゃクオリティ低いよ。めちゃくちゃ面白くないギャグ動画あげてる人いたよ。名前、ま、待ってね。それと考えたら俺の一発ギャグなんか、め、めちゃくちゃレベル高いよ。こ、この人。この人のギャグめちゃくちゃ面白くないから、これ。 この人知ってるこの人一発ギャグめっちゃ上げてるんだけど、マジで寒いからね。ドル円そろそろ。ポムプリさんは FX 詳しそうだけど、ISM 下,下がると思う、うん、?TikTok がいい。でも、あのね、TikTok よりも、自慢するんだったら YouTube で何万再生あるの方がいい。かっこよくない TikTok の方が再生数上がるみたいだけどね。これみんなかっこいいよ。女の子くどくときとか。嘘そんな下がったのま、マジでど、リスナーさん、嘘っつだ。怒るようわうわわ。本当だ。バリクソ下がった。なにこれプラッタ。ちょっと教えて。リスナーさん、一旦逃げるなにこれ今日4万負けてるからね。どうしよう。マジで下がってる。 何これうわーうわーわーわーわわ逃げたよかった。ISM 前リスナーさんこれ教えてどうしたらいい ?ISM 前。どうしたらいいうわーわーわーわわせっかく割れてんのに。せっかく割れてんのに。10個ありがとう。 うわ、せっかく割れてたのに、待って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 。一気に回転するもん、ほらー、もう。もう、これがしんどい。一旦逃げるか。だってこれ4万負けだった4万5千ぐらい負けてたからね。4号まで来たから。うわぁ、逃げたよかった。うわー 5000円利益あったのにね。5000円利益がしょぼく見えたからね。今日4万負けてるから。ほら、巻いてん。もう、結局 ISM またぐのか。なんでこんなうまくいかないんだろうね。なんで巻いてんやね。先コンバありがとうありがとうございます。まるでドル円のプラ、プラテンを。 祝福してくれるかのよう。千コンボめありがとうございます、十個投げの方。ドル円のプラテンをね、祝ってくれてるかのようだね。ロンタンもありがとう。チャートはもっと下がりそうだから、あのー、下がるの分かってるんだけど、持てないんだよね。利益出てたら。損失はなんぼでもね。いや、下がると思うよ。だってもう材料出尽くしでしょ。 だってこれ以上何が上がる要素あるのだってドル、もうアメリカの金利ってもうこれ以上上げないよ。うん、どうしたらいいんだろうね。147.5まで行く。だからこうやって、ほら、こうなるから持てないんだよ。ほらね、もうイラつくんだよ。これでも ISM あた、上がったら、これでもう ISM 上がったらね、 精神的にやられるんだよ。もうこれだから難しいよね。景気良くなれば利,利,利上げはある。いや、おかしいでしょ。今、景気悪いから利上げしてるのに。景気良くなって利上げするわけないじゃん。景気良くなったらお金、お金があんまり出すぎないように。違う。景気良くなったらどうなるのわかんない、メカニズムが。 違う違う。もう来年の6月にアメリカはもう利上げす止まるから、うん。それも全部織り込んでるから。うん、上がってきた。逃げたらよかったね。5000円利益出てたのに。予想当たってんのにね。ISM 持ち越すんだ。あるいはもう、せっかく解放されたと思ったのに。インフレだから利上げ。で、みんな一つ言っといてあげようか。 みんな今これなんでこんな利上げね明日仕事だよ明日仕事家ってあわ淡路島人かな、うん、もしかしたら先輩かもしれない、ね、でリスナーさん明日ね明日じゃねえわもう何喋ってか分かんなくなってきた何喋ってか分かんない あと10分で運命決まるわ頼むいやもう大勝負できない大勝負したらよかったね4丸で5枚ショートしてたらもう爆撃だったね3万ぐらい買ってたね景気よくなれば買わなくなり住宅金利など上がる住宅金利でしょ今はだから政策金利の話してるから 景気良くなってきたら政策金利上がらないから。今なんでドル円がこんな上,げ上がってるかって言ったらアメリカの政策金利が上がってるからこうなってるの。うん、くそー、逃げたらよかったな、もう。今日、競馬で負けてなかったらプラテンした瞬間に切るのにね、ドル円。で、リスナーさんめちゃくちゃいい情報を教えてあげようか。今、今ね、リスナーさん。 なんでアメリカが利上げしてこんなに世界的にインフレになってるかっていう元況はこれ誰でも知ってると思うんだけどウクライナとロシア問題だよね。で、ここでポイントなんだよ。ウクライナとロシアが停戦したらどうなると思うウクライナとロシアが停戦したらみんなドイツの株がめちゃくちゃ爆上げするから。だから ウクライナとロシアが、もし停戦するような予兆が見受けられたらね、そこまでその、そ、そこまでの、その、なんていうの、洞察力はいるけど、もし、ウクライナとロシアの戦争が終わる予兆が見れる、そういう洞察が、洞察力を兼ね備えてたら、ドイツの株買いなさいよ。 ドイツの株が一番上がるからね。ポンドもそうだよ。ヨーロッパは基本的にロシアに依存してるから、ヨーロッパの株は上がるんだけど、ドイツが一番ロシアに依存してるからね。だから、ドイツの株は常に買えるようにしといた方がいいよ。マジで。これ勉強になるでしょ。 これちなみになん、なんでこの情報を知ってるかというと、サイレンススズカさんっていうツイッターの人がいるでしょ。オクトレの。2億円トレーダーの。サイレンススズカさんが、なんかドイツの株仕込んでるらしいよ、少しずつ。うん。違う違う、ユーロ圏全体なんだけど、ドイツが特に依存してるからドイツ株って言ってるんだよ。うん。いや、広いネタでもいいじゃん、別に。